2013年ドラ1で千葉ロッテに入団した石川歩夢投手は、大学野球に進むつもりはなく、高校卒業後服飾系の専門学校に進もうとしていた。どうもガルダセでーす。そうなんですよ、石川投手はですね、大学野球に進むつもりはなかったらしいんですよね。まあ、一応富山県立滑川高校というところでエースとして活躍はするんですけども、最後の夏の大会は富山大会3回戦敗退。まあ、石川投手曰く、大学で野球を続けるのはレベル的に無理だと思っていたとことです。まあしかしね、今や殿下の宝刀プロスピでもね、めちゃめちゃ使われてるあのシンカーもね、大学で習得したらしいので、まあ分からないもんですよね。自分には無理だと思っていた大学野球、まあそれを飛び越えてね、2013年のドラフト会議で巨人および千葉ロッテからね、1位指名をもらっているので、いや分かんないもんですよ人生。皆さんぶち上げていきましょう。さあということで、本日はですね、先日千葉ロッテ純正を始めると公言して初めて引いた自チーム S ランク契約書で見事手に入れた石川歩夢投手を使っていきたいと思います。よいしょー。はい、さてこちらですね、現在常人1位まで上がってきております。あと星7個でクロート隊に再突入できます。さあ私ガルドセですね、石川歩夢投手の A ランクを2枚しか持ってなかったので、まあ超2までにしかできてないんですけども、特殊能力はですね、あのタイプインチだけレベル5まで上げてます。そして石川投手といったら、なんといってもこれですよね、シンカー、2種シンカー、これが本当に強いらしい。まあね、現状常人1位、まあクロート隊にいるのはモサばかりでしょう。そんなモサにもね、通用するのか、ぜひとも検証していきたいと思います。まあこれから進めていくね、千葉ロッテ純正でもね、間違いなくエース格になると思いますよ。ちゃんと石川歩夢投手の使い方を、ね、熟知していこうと思いますよ。さあ石川投手で早速やっていきましょう。お願いします。さあみそのの姉さん対戦よろしくお願いします。さあさあさあ、千葉ロッテ純正エース格になりうるであろう石川投手の初登板やっていきましょう。早速高速シンカーからね、このやっぱ左バッターにはこの左バッターにはこのインコースのね、シンカーと高速シンカーの使い分けがね、いいっていう風に YouTube でもう調べてます。 OK! うわーで、この辺で高速シンカーを投げると打ち上げてくれるって伺いましたよ。うおー、バチバチに合わされた。さあ、シンカーだったら外れるコースから、どうすかこれ。オッケー!うわー、当ててくる。で、この辺で、高速シュート?これいいんじゃない?オッケー!よっしゃー。さあ、世界の大谷翔平。まずい。オッケー!よーっしゃ、いいよ!さあ、お相手さんね、打率3割超え、4割弱ぐらいだったので、これを抑えるのはまあまあでかいんじゃないですかね。オッケーよっしゃー!石川投手、いい!さあ、石川投手にね、ぜひとも勝利をね、捧げるために、勝ち星を挙げさせるためにね、打っていかないといきましょう。さあさあさあ、菅野投手を。うわ、ビタビタ!ワンシームよ。ワンシームはマジで気をつけて。あよけ見えてる!さあさあさあ、山崎武史選手にはね、連発を発動させたい。超えた?うわー、ちょっとこすったー。さあ行きましょう、さあ行きましょう。いけるよ、集中。はーい、見えてる。さあさあ、2023年シーズンにもね、なったので。ガルド戦、第2章開幕ですからね。抜けろ!うわー!さあさあ、第2章はね、まあ昨年、まあ前の動画でも言ったんですけどね。うわー、ビタビタ!いわゆる球性、まあ球性というか、マジ?コントロール良すぎだろ。いわゆる球持ちっていうね。うわあになってみたいなっていうのがあるんでね。より精力的にね、リアタイ頑張っていきたいなって思います。さあ両チームスコアレスの状態でね、2回を迎えました。オーケー!いや、マジで強いんじゃない?これはね、まあ、シンカーとね、高速シンカーをね、投げ分けるだけなんで、リアタイを始めたばかりの人にもね、おすすめなんじゃないですかね。ぜひともね、石川投手おすすめですよ。オーケーまいや、これ強いわ。これは良かった。手に入れられて。よーっしゃー、完璧ー。白旗あげちゃってますよー。強すぎだろ、おい。しゃあ、あとはね、打つだけよ。行ったれ、岡本。オッケー、岩手ー。さあさあさあ、いやー、このね、山本選手がね、レフトなんですけどね、ピリッツ負けをね、めちゃめちゃするようになってきて、ほんと。ミート、パワー、ともに60代っていう。
いやなんかおすすめのレフトの選手いないですかね。オーケーボール見えてる。さあゲッツーだけは絶対ダメ。インコースは本当にもうタイミング、タイミングっていうか、これよーし、オッケー、素晴らしい。さあタイピン発動してるよ。意識してワンシーム。でもワンシーム投げてこないですね。うわ出た高梨投手。あタイピン出てないよ。これはいけるんじゃない。さあさあさあ勝負するんですね。敬遠はしない。なるほど、そっか、そっちに変化するのもあんのか。よーし見えてる。タイピンは出てないんだよね。オッケーオッケーオッケー、いけるよ、決めちゃおうこれで。うわー、いやごめんなさい、今回ですね初めてタイピンは出てない。イヤーポッツでね収録してるんで、マイクが近いんで音声バグってるかもしれないんですけど、ご了承ください。うわーやばいよ。何をここに来て緊張しているガールド生、しっかり言って集中して。いやーはっしゃーありがとうございました。劇的。さあ石川投手で2戦目ですね。クロート9位になってるんですけども、クロート9位の昇格戦は後日配信いたします。皆さんチャンネル登録をしてぜひとも待っててください。よろしくお願いします。さあ染岡良二さんかな、対戦よろしくお願いします。お相手の先発投手は千賀さんです。さあさあさあ打ち崩していきましょう。石川投手はね援護しますよ。わーそっか、これ去年のシリーズ1だからちっちゃいの変化が。よし、さあさあ山崎武史選手の、ね、連発も見たいんだね。うわー何してんねん。さあさあさあ千賀投手にね翻弄されてます。行こう、集中して。うわー、いや私ガルドセはですね、初回イニング、最初のイニングにね、ヒットが打てない病なんですよ。これどうにかしてください。さあ、切り替えていきましょうね。石川投手。石川投手の本領をね、やっぱ発揮していこう。よーしよー。オッケー、いやはっしゃー。お相手さんね、打率4割6分のね、猛者だったんでね、これ抑えたらね、さすがにやっぱ証明できるんじゃないですか。石川投手は強いと。オッケー、マジ強いよ。え、待って、強くないですか。これね、ほんとね、これ2020、よっしゃ待って、強い。待って、4割6分ですよ、お相手さん。えぐい。待って、えぐいよ。まあ、こっちもね、打たないと勝てないんでね。よっ、ぶねー、はーい、真面目にやって。待って、また千賀さん苦手病になってる。ちょっと待って、合併症起こしてる。うわー、いやせっかくね石川投手がいいピッチングしてくれてんのに。真面目にやって、よーし見えてる。ちょ、見えてるだけじゃダメなのよ、打たないと。ほー、いや待って。さあさあさあ怖いバッターですよ。石川投手をね負け投手にするわけにはいかないんですよ。よーし、いいよ、翻弄できてるんじゃない。待って、切れて、危ねえ危ねえ、怖すぎだろ。さあ、いやー、オッケー、大丈夫ですか、僕の声うるさくないですかね、ごめんなさいね本当に。さあこれちょっと賭けっすよ。よーし、いや右バッターのインコースにね、この高速シンカーホールのちょっと怖いっすね。でも大事、これ必要ですよね、この攻めもね。うーわベスト、広角は出てない。そしたら外も使おうか。ほわー、さあどうしようか、行こう、もう一回。やべー、もったいな、余計なことしたわー。さあそろそろねストレートとかいいんじゃない。うーわ、いいコースだけどなー。さあ、どう高速進化。うわー、ちょっと見るフェーズに入ってる。よし、待って、取れるよ。うーわ、マジ、今、長打警戒になってた。それ、落ちんのか、辛いなー、おい。さあ、タイピン出てる。よっしゃー、待って、マジ強くない。さあ、このね、投手戦を制するのはどっちだ。よっしゃ、オッケーオッケーオッケー、やっと一個打てた。さあどんどん行こう。いやーよっしゃよかった。さあさあさあ
オッケーオッケー、いいよ。さあさあ、慣れてきた慣れてきた。危な。よし、たけしさん行きましょう。オッケーよ、タイピンは出てない。わあ、うわー、よし、見えてる。オッケーよ、見えてるよ。さあ、インコースくんじゃない。いやー、分かっていたのになぜ手を出さない。分かっているのになぜ手を出さない。さあ、積極的に。うわー、いやー、まあ石川投手はね、4点もあれば十分でしょう。さあ、タイピン出てほしいなー。うわー、タイピン出なかった。さあ、ホームラン打たれてもね、1点差なので強気に行こう。ここは、いやマジで強え。さあさあさあ、タイピン発動。え、待って、オーケーオッケー、いいよ、気にしない。いやー、ちょっと高かったかな今の。高いってなり、今高かったっすかね。うわ、マジ、ボールダメじゃなかった今。さあ、ちょっとね、リリーバー投入しましょう。誰がいいかな。マルティネス、バイドマルティネス。オッケー、レッツゴー。まだこっちの方が対応しやすいかな。オンザラインでしょ、今のは。さあさあ、外中心で行こう。うわー、いや、待って、めっちゃ怖い。え、前進守備にする？いい球だ、おい。タイピン出てたっけ？出てねえわ。さあ、頼む！よし！オッケーオッケーオッケー、いいよー。わっしゃ、タイピン出た、最後の最後に。怖いなー。うわー、落差えぐいー。うわー、怖ー、見逃されるのめっちゃ怖え。よーし、空振れ。うー、さあ、もう一個ツーシーム、ツーシームじゃねえや、スプリット行こう。さあ、石川投手はね、逆転されてないので、まあ、実質2勝したっていうことで。うん、うん、うん。いや、石川投手ね、ほんとね、初心者の方にもおすすめですよ。シンカーとね、高速シンカーを投げ分け。ほんと。ここから、シンカー、ここから高速シンカー来たら打つよな、とか、そういうのをね、考えながら投げると楽しいと思うので、ぜひとも、皆さん使ってみてください。石川投手獲得してみたいなと思っていただけた方は、ぜひとも、高評価ボタンとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。それでは、ガルドスでした。また会いましょう。